はいどうも、梅です。今日は1日の中で最低限やるべきこと7000をご紹介いたします。レベルを上げていくと解放されていくので、該当コンテンツが出たら必ずクリアすることをお勧めします。では、順番に説明していきます。デイリークエスト。デイリークエストは経験値がもらえる他に、テーマパーティーと呼ばれる週末に行われるイベントに参加するためのアイテムを獲得できます。参加には条件があり、5種類のバッジをそれぞれ1つずつ獲得していることが条件です。参加報酬に経験値とレアアイテムがもらえるチャンスがあるので、ぜひ参加したいところ。そのためイベントに参加したい方はバランスよくバッジを獲得することをお勧めします。経験値だけならいいやと思う方もいると思いますが、このイベント思ってるよりも盛り上がります。イベントに参加してたくさんの人と交流する機会もあるので、報酬以外に楽しさを求めている人にもこのイベントはおすすめです。ちなみにダンスがうまく踊れると壇上に立ち上がることができ、みんなの注目の的になれます。というわけで、デイリークエストはバッジ獲得を確認しながら進めましょう。余談ですが、デイリークエストで使う委任状を60枚消費するとラッキールーレットを1回回すことができます。こちらもレアアイテムがあるのでぜひ回しておきたいですね。 MVP 討伐報酬と参加報酬、各マップに存在するボスモンスターに攻撃し撃破することで得られる報酬です。報酬は2種類あり、個人でもらえるものとチームでもらえるものがあります。チームでもらえる報酬は最後に撃破したチームに与えられる報酬で、個人でもらえるものは MVP に一発でもダメージを与え撃破された時にその場にいるともらえる報酬です。報酬をもらえる回数は5回ずつなので、アイテムゲットのためにも個人の報酬だけでも獲得しておきたいですね。ボスが湧くとアナウンスがされるので急いで向かうことをお勧めします。肉球商団への納品。肉球商団はアルベルタにいる猫の NPC に話しかけるとクエストを受けられます。内容は指定された数のアイテムを持ってくるクエストです。持ってくるアイテムはランダムで、武器や素材を持ってくるように頼まれるので指定されたものを探してきます。クエストを達成すると NPC から報酬として名声というアイテムを受け取れます。名声は後期勲章と呼ばれるコンテンツで使うことができ、キャラクターの能力値を底上げすることができます。一見スルーしがちなクエストですが、能力値が上がるのでぜひ受けておきたいですね。デビルチ宝箱。デビルチ宝箱は簡単かつ報酬も美味しいクエストです。やり方はフィールドに捕獲されているデビルチを見つけタップするというシンプルなもの。ランダムでアイテムを獲得することができ、冒険に欠かせないアイテムが手に入ります。さらに一定確率でルーレットが回り、レアアイテムをゲットできるチャンスもあります。思いがけないアイテムがゲットでき、またルーレットチャンスはワクワクしながら遊べるというまさに一石二鳥のクエスト。通常は10回だけ救出できますが、デビルチ交換チケットがあれば枚数分だけデビルチを救出できます。スタミナ消費。スタミナはワールドチャットの他に調理や制約を行う時に消費するゲージです。調理は能力値を大きく上げる料理アイテムを作ることができ、制約でも能力値を高めるポーションを生成することができます。料理や能力値ポーションは強力なアイテムですが、入手できる方法が限られているため一気に大量に手に入れることが難しいです。そのためスタミナを消費してアイテムを獲得することが大切になってきます。調理や制約はレベルが上がると組み合わせが可能になり、ボス戦などで大きな力を発揮することは間違いなしです。右上の移動から指定された場所に行き調理や制約をしましょう。余談になりますが、料理や制約レベルを上げる際にはカッパーを見ながら上げることをお勧めします。またスタミナはデイリークエストを消化すると回復します。戦闘時間の消費。オリジンの世界は120分が経過すると経験値とドロップアイテムをゲットすることができません。そのため戦闘時間をうまく消費する必要があります。消費の方法としておすすめなのが素材集めです。具体的に言うと装備作成に使う素材集めに戦闘時間を使う方法です。直近だとレベル50装備。装備作成にはレシピの他に大量の素材アイテムが要求されます。いざ装備を作ろうと思った時に材料がなくて作れない、取引所にも出品されていないといった状況が序盤では起こります。スムーズに装備作成を行うために早めに素材集めをしていくことが大切となります。そういったことから戦闘時間は素材集めに消費するのがおすすめです。祝福の消費。モンスター討伐と書いてあるページに祝福と呼ばれるものがあります。戦闘時間とは別に60分間ドロップ率を上げてくれる、まあバフみたいなものですね。最大420分の蓄積が可能。おすすめの使い方は戦闘時間の時と同じく素材集めです。理由は同じで、序盤は装備作成に素材が必要となるためです。
蓄積させて消失していくことを避けるために、その日のうちに消化してしまった方が無駄なく使えます。素材が集まった場合はレアアイテム狙いで使うのもおすすめです。以上が1日の中で最低限やるべきこと7選です。ゆっくりできる時間もあれば、ちょっとしかできない、まあプレイできない時間もあると思うので、まあ、この7選を参考にしていただけると幸いです。では今日はこの辺で、またねー。